それでは最後に5月31日金曜日一面、ツールド熊野が開幕の記事です。和歌山県新宮市で30日、国際自転車連合 CUI の公認レースツールド熊野が開幕しました。6月2日までの4日間、紀伊半島南部の熊野地方コース約 314.7km でタイムを競います。今年で21回目です。オーストラリア、マレーシア、ルーマニアなど海外6チーム、国内11チームの計17チームがエントリー。30日は市内の河川敷をコースにした 0.7 キロでタイムトライアルを実施、スピードを競いました。31日は熊野市の熊野川支流沿い、1日は三重県熊野市美浜町の山岳コース、2日は和歌山県太地町の太地半島を周回するコースを走ります。ツールド熊野2019太地半島周回コースのライブ映像がホームページにありましたので一部拝見しました。大会当日雨だったそうですね。霧がすごくてレースの過酷さ感じたところです。また傾斜のすごさですよ。距離だけ見ると短いと思われる方もいるかもしれませんが、傾斜のこの高低差アップダウンがね非常に厳しい。広域地区の活性化、交流連携の促進を図ることを目的に地域住民が共同して行った本格自転車競技、熊野の地域の特性が見事にこう当たりまして国際コースが誕生しました。地域住民の方々が協力して誕生したツールド熊野、レース本番のドラマだけでなくレース実施に至ったドラマも面白そうです。ぜひ取材の機会があればこうしたね人にまつわるストーリーをお聞きしていきたいですね。